い、どうも、コミです。さて、本日もこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、本日のテーマは、スーサイドラバルですね。で、ちょっとね、最近スーサイドラバル私も練習していて、いろいろ見るべきポイントが分かってきたので、少し動画が多めになっているんですけども、このね、今回はスーサイドラバルっていうのをどういう時に使うのかっていうところに主にフォーカスしていけというふうに思います。スーサイドラバルに関する動画はもう山ほど出てると思うんですね。いろんな方からたくさん出てると思うんですけども、まあ僕も含めてね。なんですけども、いや、食い火でいいじゃねえかと。思いません？僕すごく思うんですよ。食い火でやりたいんだから別に、数制度まあ遊びでやるにはいいけど、別に主戦術に組み込む必要ねえよなっていうふうに思うんですけども、ここですね、本日ちょっとお話ししていきたいポイントになりますのでご覧ください。合計4本見てもらいたいと思うんですけども、まずはですね、ちょっとね、1本目の動画、すいません。キングさん、ちょっと失敗アタックをね、今回、上げさせてもらいます。1本目はですね、まあ、失敗アタックって言っても全然そんなにひどい失敗では全くないんですけども、キングさんこの村をですね、クイヒーディガフで攻めているんですね。で、その後この、村取り切れなかったんですけども、ね、スーサイドラバルで取るというね、格好になってきます。で、何が、そのスーサイドに切り替えさせたのか、謎りではなくスーサイドに切り替えた理由は何かっていうところをね、ちょっと見ていってほしいというふうに思います。で、まずこれ相手の防衛軍、アイスゴーレムとネクロマンサーですね。で、これは基本的にポイズンで処理ができちゃうユニットになってくるので、まあ援軍最悪ですね、スーサイドパートで処理もできるなっていう感じです。これね、ラバーハンドなんかが入ってると結構ね、スーサイドパートっていうので、だいぶクイーンの仕事が何もできずに終わっちゃったりするんですね。なんで、まあ嫌中の嫌なんですけども、こういう風に、ポイズンで処理できるような援軍っていうのは、割かしね、スーサイドには、一番向いてるのは、なんていうんですか、ラバルとか、あとは、アイスゴレムが入っていて、で、それを釣らないようにスーサイドやってくるっていうのが一番向いてるんですけど、それ釣っちゃうところにどうしてもヒーローを出さずらを得ないという場合には、今みたいなね、ポイズンで処理できるユニットであるとすごく楽ですね。で、スーサイドってすいません、ですね、分かんないよって方がいらっしゃるかもしれないんで、念のために言っとくと、ヒーラー使わないヒーローパートを序盤に展開して、で、その後にですね、何かそのホグなり、ラバルなりをやっていくというね、形の戦術のことを、になります。まあ、スーサイドっていうと、まあ、自殺みたいな言い方で少しね、不吉感があるんですけども、まあ、一般的にこのクラクラの中ではですね、特に日本人プレイヤーを中心にそういう言い方がされています。で、ディガホク展開していきますね。クイーンヒーのパートが今ここで終わっちゃったのが分かりますかね、ここ。クイーンが起こっちゃったんですね。で、ね、見てもらいたいのはこのクイヒーの仕事量なんですよね。ちょっともう一回、次はリプレイ流さずに、もう村だけ見てほしいんですけども、クイヒーがお亡くなりになったですね、ここのところっていうのをちょっと覚えておいてほしいと思います。ここですね。うん。で、どんだけクイヒーが仕事したのって感じのところをちょっと見てほしいんですよ。で、まあ、結論をちょっとね、先に言ってしまうと、クイヒーなんたらという戦術をする場合には、クイヒーの仕事量がめちゃくちゃですね、肝になります。で、クイヒーがいわゆるアドバンテージを取れないと、ヒーラーだったりクイーンの、価値がかなり相対的に下がってしまうので、もったないユニットの使い方に結果的になっちゃうんですよね。で、そこら辺っていうのをどんな風に、考えるかっていうところがですね、このスーサイドを使うのかどうかという、まあ、その判断の分かれ目になると、私は思いました。なので、ちょっとこの動画はですね、最後もう一回ちょっと、最初のところに戻って、スーサイドパートでですね、あと、クイヒーパートでどんだけクイヒーが仕事したのかというところをちょっと見てほしいと思います。まあ、これも時間があったら全開いったかもしれないですけどね。もしかしたら。まあ、ただ、ユニットがやっぱり、中盤、終盤にかけてかなりやられちゃったんで、それで最後、時間切れになったっていう点は否めませんね。で、さあ、突撃艦をここに当てていきましたよね。で、援軍を釣って、クイヒーを、こっからスタートしていきましたね、こっから。で、まっすぐここに入れていたと思います。で、その過程でクイヒーがやった仕事って何かっていうと、正味、クロスボウと投石機を追っただけぐらいなんですよね。まあ、これぐらいの仕事量になってしまうと、クイヒーである必要ってあんまりないというか、それが、あとバーバリアキングを倒したか、まあ、このぐらいですよね。になっちゃったので、クイヒーの仕事量としてはちょっとあんまりなかったっていうのがちょっとね、もったなかったかなっていうところがあります。まあ、ロイヤルチャンピオンもしかしたら、こっち側にこうね、
当てていくことによって、このクイヒーパート、クイヒーがここで、やられてしまったとしても、でっかいバスやられてしまったとしても、ヒーラーがね、こうディガホグにこうスイッチすることによってちゃんと最後まで全開いけるっていうケースもあって、まあ、それがディガホグ、クイヒーディガホグの強みではあるんですよね。あるんですけども、まあ、やっぱりですね、その序盤のクイヒーパートでどんだけディガホグのルートを限定できるかとかいう点をね、しっかり意識していく必要はまあ当然あって、おそらく今回のアタックだと少しそれが、やりにくい配置だったんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には思います。この辺シングルインフェルノがこう構えてますしね、ギガインフェルノの先に入っていこうと思っても壁一層開けないとギガインフェルノやっぱり、打ちにくいんで、まあ、ここにね隙間があるんですけど、この辺の隙間狙っていこうと思うと多分、そう簡単には入れないような仕組みになっているはずです、この村の構造的にはですね。でアドバンテージが取りにくいんですけども、まあ、それをね、最悪アドが取れなくてもディガホグにスイッチできる、まあ、そのクイヒーディガホグをキングさん選んだという点で、戦術の選び方初見ですからね、まあ、すごく良かったんですけども、今言ったような形でクイヒーが回しにくいという判断をした場合、特に秘書権においては、こういうですね、スーサイド戦術がハマるのかなというふうに思います。こっちですね、これか。でやっぱりですね、まあ、個人的にスーサイドラバルって初見で使う必要はまあないかなと思ってます。あくまでというか、まあ、今回のこのエンペイラダーさんの、ね、スーサイドラバルっていうのも初見のさっきのキングさんのアタックがあったからこそ多分できると思うんですね。防衛軍が何入ってるのとかいうところ、ここですね、分かっていないとなかなかね、ここにヒーローを突っ込ますっていうことができないと思うんですよ。なのでまあ、そういった意味では、まあ、秘書権専用というふうに考えちゃってもいいぐらいの戦術なんじゃないかと、まあ、個人的には思います。このスーサイドラバルですね。ただその代わり、クイヒーっていう戦術がなかなか使えない、さらにまあイエティも使いにくいような、場合においては、その陸にね、なんていうんですか、強みを持ってるプレイヤーにとって、まあ、このスーサイドラバルっていうのは、ちょっとね、最初とっつきにくさはあるんですけども、練習する価値はある戦術になってくるかもしれないですね。まあ、さっき言いましたよね、これポイズンを使ってしっかりとネクロマンサーをこう処理できていますので、これをいいですよね。自分の援軍、ウォールバースターの中にアイスゴーリムを仕込んでましたんで、援軍処理中にアーチャークイーンが落ちるということもなく、透析機を壊しながらさらにクロスボウ2本目を破壊していくといういい仕事ですね。でこれしっかりと L 字の形を作っていって、そこをこんな感じですね、ラバル回していくという格好になっていきます。まあ、結構ねラバル回す場合ってこういう広い L 字でもなんとかなっちゃうっていう、まあ、特徴があるかなと思っていて、その点がまあクイヒディガフルとか、まあ、ディガホグ確か、まあ、とは少し違うかもしれないですね。ディガホグ使う場合って結構その壁の外側の外周の部分っていうのを、まあ、トーカー弊社使うなりや、バーバリアンキングでカットしなきゃ使いにくいんですけど、ラバルはこう広い面でいけるのがいいですよね。でまあ、そのラバルの使い方というのはまたね、おいおいちょっと話すとして、まあ、今回みたいにですね、クイヒーパートでなかなかアドバンテージが取りにくいという場合、まあ、さらに秘書権の場合においては、こんな風にですね、スーサイドラバル、まあ、要するに序盤のこの部分ですね、ヒーローたちを別にヒーラーとか何もつけずにですね、もう最初にもう使い捨てるような形にして、そこで、相手の主要防衛を叩いておいた上で、ラバル回していくと。まあ、こういうね、攻め方っていうのが、使える、のではないかなというふうに思います。まず、大体ですね、今日の、動画でお伝えしたかったメインメッセージはここまでになります。なんですけども、この後ですね、せっかくなんで、スーサイドラバルの、オーソドックスな攻め方だったり、ちょっとね、ひねりの効いたアタックっていうのをね、せっかくなんで見ていきたいというふうに思います。もう2本、準備しておりますので、もしね、よろしければ、最後までこんな風な、ああ、なるほどね、スーサイドラバルってやり方があるんだな、というところを見てもらえたら、面白くなるんじゃないかというふうに思います。まあ、今回のね、前半部分で、ああ、なるほど、クイヒーが刺さらなかったら、スーサイドラバルっていうのも手もありなんだな、というふうに思った方に関しては、ぜひですね、こちらも見てもらいたいと思います。まずはこっちからいきましょうかね。ピピさんのアタックですね、めちゃくちゃうまい方なんですけど、スーサイドラバルやっていきます。このね、序盤上部分ここですね、ここヒーローパートでこう潰していくんですが、こっちも潰していきますね。ロイヤルチャンピオンもこう潰していって、でラバルをグーンと回していくっていう感じなんですが、この序盤ですね、こう相手のアーチャークイーンと、バーバリアンキングに対してこのスケルトの呪文、これ2個かな、うん、2個出してますね。出してこれでターゲットを取りながら後ろからアーチャークイーンに刺していくというね、
これあのヒーロー特にババキンとかアチャクイが外周部にいた場合っていうのは、まあ、あの結構ですねいい感じでこれがさせると思います。でフリーズでもいいんじゃないかって思う方いるかもしれないんですけど、フリーズにしちゃうとババキンとクイーン両方とも倒すまでのその、フリーズの効果時間って得られないので、まあ、むしろですねこうやってスケルトンにしていく方がいいかもしれませんね。さらにスケルトンってそのキングとかアーチャークイーンにこうチコ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 でダメージ与えてくれるので、まあそれも美味しいですよね。よりそのなんていうか処理を早めてくれるという意味において、フリーズ2個持ってくれるよりもスケルトンの方がいいかもしれませんが、まあ一応まあ言うまでもないかもしれませんが、近くにウィストンがあったり、マルチインフェルノがあったりとかいう場合にはねこれは使えませんけども、まあそんな風な場合でない時には使えると思いますね。で、バーバリアンキングちょっと見損ねちゃいましたけども、ここですね。相手のロイヤルチャンピオンに対してしっかり当てていって、これで相手の、対空、防衛ヒーローを全部破壊したということになりますね。中から出てくるのは、これネクロマンサーが出てきますが、ポイズンでしっかり処理していくという形ですね。透析機に関しては本当バルーンを一瞬で落としてくるんで、しっかりフリーズで固めると。そして突撃艦をタウンホールに当てていって、ここで破壊を狙っていくって感じですね。フリーズをかけて、バルーンプラスのドラゴンで狙っていきます。綺麗ですね。やっぱりですね、その、なんていうのかな、この配置もクイヒー回しにくいと思うんですよ。シングルインフェルノがこう3本ね、ところどころにこう、これとこれとこれか、3本こう立っていて、で、ここのギガインフェルノを狙っていこうにも壁をなかなかね、開けにくい構造になってますんで、クイヒーの、まあ、そういう意味ではアドバンテージがなかなか取れないんですよね。クイヒー使ってももう主要防衛を壊すことがなかなかできないという配置になってますので、であればいっそのことを、クイヒーはやらずにこうね、序盤のヒーローパートに特に、ユニットをつけずに全部ラバルに回して、こんだけの、バルーンたちを残してね、こう全開に持っていくという形を取ったのが、まあ、ビフィさんの、このアタックでしたね。まあ、スサイズする場合の、まあ、コツとして、アイスゴレムを持っていくとか、今のようなスケルトンを添えるとかね、まあ、いうパターン。今回スケルトン確か2体ですよね。うん、2体ですね。はい、2つ持っていってます。こういう風に2つぐらい持っていったり、まあ、ヒーローが1体しかいないなら 1個でいいかな、という風に持っていったりして、なるべくヒーローを長生きさせながら、そうは言ってもちゃんと壊すべきところを壊していくというね、発想っていうのは、スサイズやる場合には結構、なんていうか、重要になってきますし、あとはできるとおしゃれですよね。おしゃれ、なんかみんなこういう攻めしてるとおかっけえなって思うじゃないですか。なんで僕もねやりたいなと思って今一生懸命練習してるんで、またね、その辺の練習結果、動画にしていきたいというふうに思いますので、まあ、そっちの方もね、ぜひ楽しみにしていてもらえたら嬉しいなというところでございます。さて、最後ですね4本目、これで本日の動画を終わりにしたいと思いますけども、タイマルさんのアタック見ていきましょう。まあ、個人的にはですね、このスーサイドパートが一番私ベーシックかなっていうふうに思います。まあ、こんな感じでバーバリアンキングで、序盤攻めていくんですけども、これね、サイドカットのために出していくんですね。アーチャークイーンをこの後ここにまっすぐこう入れたいじゃないですか、こういうふうに。入れていきたいんで、クイーンをね。このためにキングで、この辺を全部こう、まあ、こうしてウィザードも使いましたけど、こうカットしていくんですね。そうすると、クイーンがしっかり壁の中に向かってこう歩いていってくれると、まあ、いう結果につながりますので、壁の中にね、壊したり施設なんかがあったりする場合には、こういう、キングの使い方っていうのはすごくいいというか、むしろ、まあ、個人的にはキングの使い方って僕、スーサイドパートにはこれしかないかなっていうぐらいしか使ってませんね。本当に。これが多分一番基本形になるんじゃないかというふうに思います。よく見るパターンですね。で、こういうところもすごい丁寧ですよね。バルーンだけでこう壊せるような、迫撃砲とか大砲とか、序盤のヒーローパートが終わったことで、こういうですね、超低コストで壊せる施設が生まれるんですね。生まれた場合、そこを見逃さずに、本体のラバルを出す前にしっかり壊して、その後出るラバルがこうですね、まとまって動けるような、下準備っていうのを、まあ、ほんと10秒間ぐらい使ってやると。いうところですね。まあ、これも細かい技術ですごくうまいんですが、まあ、最初からこれ多分やろうと思うと失敗するので、まだ慣れてない方はね、まあ、私もそうなんですけど、そこまで考えすぎない方がいいかもしれません。まあ、タイマルさんレベルにうまい方だと、まあ、こんな形でですね、序盤の緩急をつけてしっかりと、ラバーハウンドがいらない部分っていうのはバルーンだけで壊していって、火力が、対空火力が上がるところにラバーハウンドをつけながら、こうバルーンを後ろから一気に添えていくと。これですよね、もうドヤすぎまさかレイジプラスのね、このスケルトンが余ると思わなかったですね。相手のアーチャークイーンを自前のアーチャークイーンで、これ多分奇跡的に処理ができましたね。見てたらすごいね、奇跡が神がかってるアーチャークイーンの
動きだったんで、このスキルトンたちを余らせてるのが勝利ということで、まあすごいですね。うまかったです。やっぱりまあこういう風にね、あのスーサイドラバル決まるとやっぱ気持ちいいですし、決めるときにはですね、まあ慣れている人だったら別に初見で言ってもいいのかもしれないですけども、特に陸を主体にやってる、さらにまあクイヒーメインなっていうような方においては、初見ではやっぱり使わない方がいいかもしれないですね。まあ練習なら別ですけどね。初見はしっかりと自分の得意戦術をぶつけていくようにして、初見の村を攻めれる場合に、あ、これクイヒーちょっと難しいな、やれるとこねえなと思った場合に、こういうね、スーサイド戦術っていうのを試してもらえるといいかなというふうに思いますので、まあその時にね、使えるように、練習しておくっていうのはすごくありだと思うし、使えると本当かっこいいんでね、ぜひぜひ、私の動画もそうですし、他のね、YouTuber の方、いろんな方がね、スーサイドラバル動画いっぱい出してますんで、参考にして、チャレンジしてもらったら、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。